N 国から国民を守る会代表のサーファーかしです。皆さんおはようございます。タイトルにあるように、N 国コールセンターの闇ということで、今日少しお話したいなと思います。実際コールセンターに何度かしたサーファーかしですが、結構偉い方で、西さんという方がおられるみたいです。 そしてそのスタッフで、女性の、吉田さんっていう方が、いるそうなんですけどね。まあ、いるそうですかっていう言い方も変なんですけど、電話してるんでね。まあ、偽名なのかよくわかりませんけど、その二人に、まあ、電話取材みたいな形をしたわけですよ。取材っていうか、まあ、ま、伝突って感じですかね。はい。そうするとですね、コールセンターは、いわゆる否定側の人間は、 着信に登録するそうで、サーバー高しは、アホとかバカみたいな名前をしてるそうです。ねえ、西さん、そんなこと言ってましたよね。それと、ここ最近コロナがね、えー、騒がれておりますので、ずっと。そうすると、NHK 集金人がですね、営業を自粛してるみたいです。そうすると、電話がほぼかかってこないみたいです。 9時からコールセンターが、まあ、動くそうなんですけどね。コールセンターのスタッフが、まあ、電話を取るのが9時からそな、そうなんですけど、その、吉田さんっていう方がですね、10時40分ぐらいに僕が電話した時に、その日初めての電話だったって言ってましたね。で、ここ最近、コロナで、集金人さんがね、 あんまり外に出てないみたいだから、出歩いてないから、被害も全然ないんですよ、と。放送法64条なんか知らなくても、いいんですよ。私はね、座ってるだけで、電話対応するだけでいいって言われてるんですよ、とか。ね。すると、この二人共通して、同じこと言ってましたね。西さんに、給料はどこからもらわれ支払われてるんですかって聞いたんですよ。それ最初は一人放送局だった。 って言った後に、え、本当ですかと。再度質問したら、どこから給料をもらってるか分からないと言い出したんですね。そして吉田さんも分からないと。不思議ですね。どのようにしてコールセンターが運営されてるか。不思議ですよね。だって、働いてるスタッフが、給料をどこからもらってるかすら分からない。そんなブラックなところってあるんですか いいですかあなた方、収支報告書が出れば、金の流れわかるわけですよ。ねなんでそんな嘘ついたのかよくわかりませんが、しっかり弁明していただきたいですね。立花隆さん。あなたの、ねコールセンター。 西さんも吉田さんも給料どっからもらってるかわからないそうですよ。そして、西さんとの電話が2回、吉田さんの電話が1回、計3回の電話履歴。ボイスレコーダーに証拠しっかりありますんでね。しっかりと立花さん、言っといた方がいいんじゃないですかね。ちょっとまずいと思いますよ。はい。 わかりですよね。ということで、この闇を、サーファー隆史は、どんどん暴いていきますんで、よろしくどうぞ。